循環器内科の斉藤と申します。本日はハイブリッド手術室における循環器領域の集約的治療ということでお話をさせていただきます。こちらの方、京都新聞の2013年11月の記事になるんですけれども、このようなハイブリッド手術室の方が現在日本全国で作られているんですけれども、なぜこのようなものが必要かというと、循環器領域でハイブリッド治療とでも言うべきものが現在出現してきているわけです。従来の手術室とどう違うかといいますと、あるいは血管増殖室とどう違うかといいますと、手術室の中に移動式の C アームではなくて据え置き型の血管増殖装置が置かれておりまして、その他にも画像ナビゲーションシステムであるとか、そういった最新の設備が取り入れられております。ハイブリッド手術室、企画の方もありまして、本日お話しする経皮的大動脈弁置換術に関してはこのような基準が設けられておりまして、具体的には60平米以上、それなりに広くないといけないですし、血管造影装置も血管撮影装置も据え置き型を置いていないといけない、その他には空気清浄度も保たれており、人工心肺が回せたり、開胸手術、そういった普通の手術もできないといけない、そういった基準があるわけです。なぜそのような手術室が今必要になってきたかといいますと、循環器では、人工心肺の発達とともに、心臓外科と循環器内科と分かれまして、それぞれが外科の手術であったり、循環器であればカテーテルで、心筋梗塞や狭心症、そういった治療を行ってたんですけれども、ここに来まして、循環器内科だけでもできない、心臓外科だけでもできない新しい電子治療が数多く出現してきているわけです。そういった治療をする場としてハイブリッド手術室が現在必要になってきております。本日お話しさせていただきますのは、経皮的大動脈弁置換術、アンプラッツァ、心房中隔の閉鎖術、あと大動脈に対する血管内治療、この3つをお話しさせていただこうかと思います。